おー、弓が動くぞ。おー、あなたの未来は国と夏のゆきです。皆さん、この動画見ました？大福ルナちゃんが VR グローブのハイファイブっていうのを買ったらしいんです。お値段なんと15万円。いやー、15万もやばすぎる。さすがに買えない。でも私も指を動かしたいということで、なんと2000円で紙ゲーターグローブを自作しました。イエーイ。今これ自作のグローブで動かしてるんですけど、2000円の自作グローブでこれだけ弓が動かせたら結構いい感じじゃないですか。はい、じゃあ自作グローブがどんな感じかっていうと、こんな感じでーす。見た目がだいぶクレイジーなんですけど、左手が試作2号機で、右手が3号機です。で、素材は、ジョイパッドと、軍手と、紙と、アルミホイルと、セロハンテープ、あとはリード線でできています。で、動作原理はとても単純で、ジョイパッドのボタンを延長して、指の関節の動きで乗せるようにしているだけです。スイッチ式なので、曲げ伸ばしの2つの状態しか取れないんですけど、まあ、ハンドジェスチャーのね、表現としては、十分に機能します。格安で指を動かすデバイスが欲しいよという人には、まあ、選択肢にギリギリ入るかな、という感じですかね。うん。動画の後半では、工作手順を紹介します。小学校の理科と図工レベルの工作ができれば作れるので、興味があれば挑戦してみてください。はい。じゃあ材料はこちら。ジョイパッドと、軍手。で、それから、紙、アルミホイル、セロハンテープと、あと、リード線を20メートル。全体の工程はこんな感じ。一応、電子工作なので、何があっても自己責任です。怪我や事故には気をつけましょう。スイッチ部品の作成です。紙の表面をセロハンテープで補強してから切り出します。サイズは、1センチ ×7 センチです。両端からそれぞれ、2センチと、1センチで、山折りと種折りにします。次にアルミホイルで電極を作ります。1センチ ×2 センチと、2センチ ×2 センチで、切り出して紙に貼り付けます。貼り付けたらこんな感じになります。これで、スイッチ部品は完成。細かい作業に自信がある人は、細さをね、半分にしてもいいかなと思います。次はアルミホイル導線を作成します。長い導線を作るのは大変なので、リード線を使った方が手間もかからないし、綺麗に作ることができるのでおすすめです。リード線を使う場合でも、ジョイパッドの基板との接続には、アルミ導線を使いますので、一応手順は確認してみてください。アルミホイルを幅2、3ミリで切り出します。リード線と基板のジョイントでは、5センチほど長い線。例えばスイッチから基板までを作る場合は、大体20センチから25センチの長さが必要になります。アルミホイルを、長く切り出す場合は、2、3回折ってから切るんですけど、切断時にアルミホイル同士が癒着しちゃうので、紙とかティッシュとかに挟んでから折ると、楽に広げることができます。切り出したアルミ導線を2本並べて、隙間は2ミリくらいかな。で、端を5ミリほど残して、両面をテープで補強&絶縁していきます。これでアルミホイル導線は完成です。こちらはリード線の切り出しです。で、リード線は、両手、指10本分ですね。で、約20メートル必要になります。二芯並列線っていう、まあ、こういうのですね。二つの芯が並列で並んでるやつだと、10メートルくらいが必要になります。リード線の端は5ミリほど、向きます。ハサミとかカッターとか、またペンチとかでもね、向けるんですけど、こういう、電光ペンチっていうのがあると、楽に向くことができます。次はスイッチと、導線を接続します。で、それぞれの極につながるように、しっかりとセロハンテープで固定します。アルミホイル導線を使うときは、この根元がね、断線しやすいので、しっかりとセロハンテープで補強しましょう。50ぐらいにね、重ね張りするのが、おすすめです。
ちなみに、リード線につないだ場合はこんな感じになります。細くてもね、綺麗につなぎやすいのでリード線がおすすめです。軍手にスイッチを取り付けます。指の、第二関節から少し取り出すぐらいの位置に貼り付けるようにします。で、根元の部分が浮かないように指をぐるっと一周するようにセロハンテープで固定します。で、メンテナンス用にね、剥がし口を用意しとくと、まあ、あとはトラックですね。で、指の先端の方は、軽く曲げた状態で、引っ張りながらセロハンテープで固定します。貼り付けた後の動きはこんな感じです。こんな感じでね、曲げたらスイッチが押されます。次はドリパッドを分解します。ネジを取ってカバーを外して基板についてる細かいネジも全部取り外しましょう。基板だけ取り出したら、ボタンのところについてるね、このゴムパッドも、外してしまいます。そして、ジョイパッドの基板にアルミホイル導線を接続します。アルミホイル導線の電極がボタンの電極に重なるようにテープで固定します。リード線を使っている場合はアルミホイル導線とこんな感じでつなぎます。全ての導線が接続できたら簡易ゲーターグローブの完成です。ね、簡単でしょ。あとは右キーでジョイパッドのボタンでモデルの指を動かせるようにするだけです。これ用のスクリプトを GitHub で公開しているので、よかったらダウンロードして使ってみてね。以上、簡易ゲーターグローブの作成手順でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ぜひぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。